健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンジェン、今日の一言。今日は一言これです。善悪の分天上寺。善と悪のことは問題は天のこと、人間が手触ったらアウトです。だから大勢の人が貧乏の人ね、あるいは問題ある人がね、この人がねいつもね自分のことをまだ分かってないのに、ね、他人の善悪がすごい評判するの。これは悪い、これはいいとか分からないでくせにね、これいい、これ悪いことを言うんですよ。すっごい多いんですよ。こういう人は大体天から与えるこの攻撃で貧乏させる。善と悪、天のことですから。人間素直に自然に生きる、それでいいの。善悪は自然あれば善、不自然あればなければ悪。自然こと不自然がよっぽどじゃないときに区別できない。だから複雑しすぎるから、人間の善悪のことは、分は、この分は天のことですから、天上のことですから、ぜひ皆さん自分の人生の中にしっかり自分意識を持って、自分に人生にことをしっかりして、善と悪があまり区別することは、そういうことをしないで、自然素直に生きる人は間違いなく幸せな人です。今日の一言、学ぶべきはここにあり。